はい、福島テレビオープンということでやっていきたいと思います。秘密結社ヘガム総帥ハッチでございます。まあ、こちらですね、福島のですね、今日のメイン競争、ちょっとね、もう遅くなってるんで、さっさとやっていかなきゃいけないところなんですけどもね、まあ、こんな感じで買いたいと思っております。まあ、5等ボックスでね、とりあえずやっちゃいましょう。3番エナジーグラン、まあ、3連勝がね、福島小倉で、まあ、来てますし、まあ、昇級戦もね、休み明けですからね、まあ、立て直して、今ね、万全なパワーを出してくれればいけると思います。まあ、そして4番のリレーションシップ、まあ、3走前小倉で好走してますしね、小回り巧車ですね。まあね、前回は好走したところがアレババでしたから、まあ、今回もね、梅雨時で、ちょっとね、力のいる状態になっていればという感じだと思います。そして6番のグラスミアラビ、まあ、昇級4戦目、そろそろクラス慣れが期待できるかなと。まあ、平坦に変わるのもね、プラスに出るタイプの血統だと思いますしね、狙ってみたいなと。いうふうに思っております。まあ、そして8番のストーンリッジ、まあ、前走ね、東京でもまあ差のない競馬にはなってました。まあ、その前のね、小回りのね、平坦芝1200みたいなところでね、オープン連続3着今年の冬にあった馬なんで、まあ、これもね、梅雨時ってあたりも踏まえて、まあ、狙える馬かなというところでね、入れておきたいと思います。まあ、そして13番のスマートリア、前々走福島でオープン3着に来ています。まあ、京都でね、不良馬場大きく負けてますが、まあ、今回また良馬場発表ということで、まあ、良馬場になっているということでね、楽しみにしておきたいと思います。まあ、以上ね、こんな感じの5等ボックスで今回はやっていきたいと思っています。まあ、そんな感じでね、まあ、いつも通りですね、こちらのフェーガムスポーツの方ではちょっと今これまずは追いついちゃってですね、いつも通りまたやっていきたいと思います。まあ、フェーガム TV の方でね、来週の重賞は一つ二つまたね、やっていきますんでね、それぞれ合わせて、まあね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。